やばい。もうかれこれ1ヶ月経ってしまった。ということで、どうもおざます、こんにちは、こんばんは、かまくびと申します。約1ヶ月以上ぶりの実況でございます。ポケットミラー、もう何パート目かもうほぼほぼ忘れてます。多分19だと思うということで、よろしくお願いします。いやー、もうすいません、皆さんお待たせしました。ちょっといろいろとね、ほんとプライベートが忙しいということもあったんですけども、まず、一つ、なぜこんなにも実況が遅れたかというと、前使っていたパソコンがついに、お亡くなりになりました。はい、ということで、それもあってね、新しいパソコンに変えたんですけども、まあ今、巷ではね、もうすっかり、パソコンは、Mac か Windows かと言われると、まあ Windows を使ってるわけなんですけども、その Windows の、ね、最新 OS が Windows 7、8ではなくて Windows 10というね、最終形態になってしまったんですけども、まあ Windows 10にしたからもう使い勝手は違うし、まあ対応してるソフトは少ないし、ということでね、もう私の使ってるソフトももう全然何も使えないしってなって、まあ、そういった下準備とか、あとはもうその他もろもろ、もうなんやかんややってたら、もう気がついたら1ヶ月以上過ぎてしまっていたということでございますけども、何卒よろしくお願いします。まあこんな前説置いといて、なんか久々。見て、誰か来たみたいよ、リゼッタ。こんな子いたな、そういえば。めっちゃ久々に見てしまった。確か追いかけられたんだよ、この子に。何をそんなに子が上がっているのねえ、リゼット。まるで、チーズとご飯を、なんかこう、牛乳みたいなスープに混ぜたやつ。それはリゾット。こっちの方のこと？そうよね。そしてめっちゃこの子、僕、めっちゃ埃まみれやん、顔が。リゼット、もう。笑っとんねん。何がそんなおかしいん？知らないふりをして無駄よ。あなた自分が何をしたか知っているでしょう？いや、まあ、随分と視聴者を待たせてしまった。おかげさまで、どんどん視聴者が減っていきました。そりゃそうだわ。いいえ、あなたが聞きなさい。これがあなたがずっと求めていたことでしょう。何も恥じることなんてないのよ。めっちゃ笑っとる、めっちゃ笑っとる。かわいそうなリゼットにあなたが一体何をしたのか、みんな知ってるのよ。またあなたの悪い癖が出たわね。野上って言うと、もうまさに野上明しか浮かばへん。ムササビボディープレスが久々だな。今度はどうしたの、リゼット。鏡、私にして。ダメ、できないわ、リゼット。彼女は鏡が欲しいみたいよ。それはできない。じゃあ、私たちに何をくれるっていうの？あなたはかわいそうなリゼットに一体何をしてくれるのよ。ねえ、私の鏡。で、答えは分かっているんでしょう？鏡。リゼット、ダメ。さあ、早く植えたリゼットに鏡をください。その鏡。そんなに鏡を求めるの？私が欲しいものを持ってるでしょう？さあ、鏡。前鏡。それでどうやって彼女を満たしてくれるっていうの？おお、さあ早く渡しなさい。口がもう完全にこう、なんだろう、悪魔口になってる。渡せへんわ、他のもんだあつは。じゃあキャンディーケイン。これは？私はあなたを助けたいの。傷つけるつもりはないのよ。私を助ける？ん？これはもう戻れるかと思いきや戻れない。そしてなんかめっちゃあれなになんかポスターめっちゃ貼ってるなと思って、なんかめっちゃなんかこうニコニコ超会議のなんかこう一般入場口行くような感じの一般入場口の感じでめっちゃポスター貼ってんな。えっ、お、消えた。めっちゃいろんなこうなんかいろんな同じポスター貼ってるけど入った。え、なになにこれ、ループって怖いよね。ループザループやん。あ、時間やん、時間。お、なんか光った。なんか鍵やん。ん、ウェルカム、ウェルカムされちゃった。なになに、何が待ってんのよ。あ、リセット。おおお、どなたですか。リゼット、リゼット、私の声が聞こえないの。おお、なにこれは、氷でできてる床でしたって。まずいよ、まずいよ。おお、大丈夫。あ、開いた。うわ、めっちゃ書類が出てきた。ん、これって、うわ、すごいな。なんかまるでもう誰かもめっちゃ言う、なんかもう、じゃ、なんかタレントさんのファンレターみたいな感じで、なんて書いてるのか全く分からへん。リゼット、待って、行っちゃった。これいける？こっちか。リゼット、待って。一体ここは何なの？めっちゃドアまみれ。さあ、もわもわしてるよ、もわもわしてるよ。なんか手紙が。あの運命の夜に私は全てを手に入れ、そして全てを失いました。まあ、全てのものを手に入れたか。うわ、ちょっとめっちゃぼやけてる。私が死ぬことであなたの役に立てると私は信じています。ほう。うわー、なんかもうめまいが、なんかめまいしてきた。悪魔との契約で私が一番大切なあなたを差し出してしまいました。奪われてしまったのはあなたの自由。おおおお、ああ、私の愛する子供たちをごめんなさい。どうしてこんな契約を私はやってしまったのでしょう。はい。おお、なんか抜けていった。幽体離脱みたいな感じ。リセット、急ごう。ああ、もう満点のお星空の綺麗だね。けど紫な星ってどうなのかな。リセット、待って。ん、おお、あれ、え、今なんか引き込まれていったけど大丈夫よねこれ。んん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。もう1ヶ月以上経ってる、この1ヶ月以上経ってゲームをしてるおじさんにとってはちょっとこれなかなかどういうことっていう感じの。お、なんか描写がすげえ綺麗。え、これドット絵で表現してるとすごいな。こんなの紙のところとか。深く暗い森の奥で私はあなたの名前を彼に差し出しました。幸せをつかむのと引き換えにどうか私を許してほしい。そしてお願い。ん？Do ever let go. Do you understand? Let it go で。Let it go, let it go. おー、そこでこの演出？ありのままのってこと？ありのままの理解できてるって。そういうこと？あ、落ちていた。まるで髪の毛がタコ足のようにゆらゆらと。おお、ここはどこかな。そしてめっちゃ遅い。じゃあセーブをします。めっちゃ遅い、めっちゃ遅い。もうこれ今亀とレースしたら絶対亀の方が勝つよ。こんな水星亀とかに負けるよ。そのぐらい遅いよ。10キロしかエンジン速度が出ないスクーターに乗ってるような気持ち。何言ってんねん俺は。ミッドナイトサーカス、真夜中のサーカス。ね、サーカスっていうのは布袋寅泰さんの曲ですね。めくるめく光と影にフライハイ星の愛に届きか、もしくはテレテテテレレってね、あの4人組グループと面白いね。分かっててもって、ね、彼女が来た裏切り者よ、彼女よんでか、彼女だ、誰彼女って一体何。あ、誰ですかトマト祭りやってる人は。怒られるよ農家の人に。あ、またトマト祭り、あ、またトマト祭りやめて、私そんなにリコピン補給したくない。いや、やめて。はあ、誰あ、君は。いや、素晴らしい見せ物だろう。またあなたなの。ええ、でも僕以外に誰がいるんだい。お静かに。生意気なバカどもめ。ともかくおめでとうございます。ブー、こんな気持ち程度の紙吹雪、君は本当に学習しないね。あ、君のじゃあ僕のものを君から取り返す時が来たんだよ、お嬢さん。ん、僕はもう待ちくたびれたんだ。わかるだろう、わかるかな、わかんねえだろうな。いえ、だが君は理解していない、そうだろう。真実が分かったからってもう拒んでも無駄ですよ。今は君のことは君の中の悪魔に任せようか。ほう、それではショーの始まりだ。まさかこの流れってまさか。雑誌の付録についてそうな、なんかこうキャラクターを作れるよみたいな感じの、なんか小学生とか中学生が買いそうな雑誌のなんかこう付録につきそうな感じのやつ、パーツが作られましたな。組み立てられましたね。うん、なんかこの操り人形みたいな、マリオネットみたいな、鏡の、あ、鏡だからマリオネット、鏡の中のマリオネット、持て余してよフランストレーション、ゆがないじめ、ゆがないじめってね。どんだけ知っとんねやな、ボーイのこと。あ、とか顔がぐしゃぐしゃになってるやん。誰ですかこんなにボールペンを無駄に描いたの。でもその裏の描いてるあの絵のタッチはすごいうまいね。そしてなんかすごい悲痛な目を知られて見られてるね。何ですか、ね、おお Welcome to the sun。サーカ、すげえな、アニメーションがすごいな。すごい。おうなんかいろいろバラバラになってるよ。いろいろと V 破壊が始まってる。 V 破壊が王将入っちゃうよ。 V 破壊が王将入っちゃうよ。ぐるぐる回ってるよ。そこにこれ主人公だろうな。今日はどんな髪型にしますか。これはどう表現したの。瞳の中に映るなんかこう誰か、いや違うな、なんかこれは誰かが死んだかなんかにこう嘆いてるな。そして上から何やら 手足がこう降り注いで、靴がこう、靴とか腕とか足とかが、靴とか腕とか足とかがあの歳末セールみたいな感じになってるよ。で、プランプランとこうブランコってこうゆらゆらと、いや違うな、これはブランコじゃないな、これは空中浮遊するときのスタントのときによく使うワイヤーアクションのあれだね、紐だね、背中につけてるから、それでこう遊んでるんだね。え、終わり？終わった。ここで一体何をしているの。リセット引いて。さてさて中央の彼女をご覧ください。出ていけ。とても怒っていないけど、おまだ君に会えて嬉しかったよ、リゼット。リゼット切って。でここで一体何をしている？私はあなたを探してたの。私を探してたですって？リゼット、いっつも全部リゼットのせい。そう言いたいんでしょ。私分かったの。それであなたが何が分かったっていうのねえ。リゼットのホラーショーを勝手に覗いて、今度は何？違う、そうじゃないの。リゼットなあ、あなたの同情なんかいらない。同情するなら金をくれ。違う、同情じゃないわ。あんたなんかいらない。ハサミが。あなたの影見なんかいれないのよ。リゼット、そんなのいらない。いや、リゼット、やめて。あ、アクセプト、プロテクト。アクセプトかプロテクトか。じゃあ、ここは、ドイツのジャーマンメタルの第一、ジャーマンメタルで活躍していた、もう今はあまりパッとしないけども、アクセプト。あれ？おや？ほう？刺されちゃった？リゼット、あなたを傷つけるつもりはないの。おやおや、リゼット、ごめんなさい。これはまさかのゲームオーバーフラグ？そこでなんか、てん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 。またトマト祭り！わかった、もう、これ投げてんのあれだな、トマトじゃないな。トマトと見せかけた赤ピーマン、パプリカやな。リゼット？もう、半年以上、常温されたパプリカやな。彼女どこ？いや、汚いってなるよ。ぐじゅぐじゅやもん、それって。ああ、よかった。なんか自分の選択肢は間違ってなかったと思いたい。じゃあちょっとリゼットちゃんを探しに行こう。チーズリゼットちゃんを。ちょっとトマトスープ仕立てのリゼットちゃん。何してんの？錬金術してるんですか？あなた。うわーって言って、これ？ま、再開します。やばいな、外でも同じような感じの、うわーって感じに子供が、うわーって泣いてる。何してんのリゼットよ。リゼット何してんの？これ逃げなあかんのか。うわー、ちょっと待って、これ大丈夫、こっちに逃げるよ。とっさに逃げたら、うおおちょ、いやいや、八方塞がり、八方塞がり。あんなどうせ言うの？じゃあもう一回行きましょう。お仕事はかどりますか？金を採取する仕事ははかどってますか？鉄の中にもしかしたら金が勝ってるかもしれないっていうお仕事はかどってますか？逃げます。バカにされたと思って怒ってる。じゃあ今度左行ってみよう。左行ってみよう。左だったらもしかしたらいないかもしれない。左に行っているやないかい。うわー、めっちゃ速い。しかもあれ？金を採取する仕事はかどってますか？なんてね、錬金術師。さあ、じゃあちょっともう一回右行こう。よしよし、こっち行って、いるし。ちょっと待って、つきて、ちょっとつきて、八方、八方下がり、八方下がり、八方下がり。ちなみに息子さんは月で蜂蜜とどの鬼ごっこもこれで最後かな。イエーイ。うわーって、こっち。おおよし、わかった。じゃあちょっともう一回挑んでみよう。もう一回左の方行ってみよう。左行って来るでしょ。で次こっちからブワッと来るから、よしよしよし、ここいけた、いけたか。いやいけないおいつ、あれ、いけたかなでどこ？リゼット。私が欲しいのは Help me? Can I help you? No? え？ Yes or no? No の方かわからんけども。あ、これ。イエスはノーの方に行けってことか。ノー。おえ、動けない。おお何だいこの演出。めっちゃ見られてる、やばい。この主人公の女の子のパンツが覗かれてる。大変なことになってるよ。見られちゃってるよ。トリンプインターナショナルの下着見られちゃってるよ。あら、でっかいグラスに、なんだこれ、耳か。すげえ、声でグラス割る人みたいな感じ。探偵ナイトスクープにいたよね。パイーンってもらって、うわあ、圧縮された。テモミン、あなたってそんなに価値がある人なの？私はどういうこと？なんか喋ってる。めっちゃ口喋ってる。なんかローリングストーンズの唇みたいな感じになってる。それともあれだ、パロデュースだの敵みたいな感じになってる。パロデュースだのボス、来たらなんか大体出た、ブーって出た、来たら何もうついていけへん、このびっくりした。そんなところにでっかいハサミ出てくる？こっち？これハサミ取れってこと？なんもわからない。リゼッタ、あなたはこんなことしなくていいのよ。ね、ヘルシーリセット。狭すぎて通れないわ。あ、なんか手紙落ちてきた。私にはあなたを壊すことしかできない。私が一番欲しいもの。それはあなたの愛。ただそれだけ。なるほど。彼女を止めなきゃ。ん？いや、なんかどこでもドアみたいな感じでドアがこうオープンザドアしたね。あ、セーブポイント、セーブポイント、セーブをしたい。ちょっと鬼ごっこにすごい時間かかっちゃったから。そうそう、セーブして終われた。終わろう。一旦終わろう。よし。セーブをしてと。はーい。ということで、じゃあ次回はまたいつになるか。いや。多分、ちゃんと定期的にちょっと撮ろうと思いますので、次回もよろしくお願いします。以上、かまくびでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。